お疲れ様です忘れた頃にやってくるということであのシェアオフィスを世界中に展開している WeWork が経営破綻しましたね、まあ、これは経営破綻するだろうなというふうに数年前に言われていたんですけども結局このレンタルオフィスにそれだけのね投資価値があったかってことなんですよでお金だけ集めて集めて集めてそれでドローンしたということなんですけどもここにソフトバンクの孫さんが投資したような気がするんですよ 1> 1兆円ぐらいねあれはどうなったのかなーっていうふうなことも書いてあると思うんでちょっと記事の方を見ていきましょうえっ、ー、と不審に陥っていた米シェアオフィス大手 WeWork が6日経営破綻したということですよねなるほど WeWork は 6, 6日夜米国でチャプター11の適用を申請したと発表したと WeWork はソフトバンクグループが参加のビジョンファンド SVF ですねこちらを通じて5割弱を支出しているああやっぱりね ウィーワークの破綻は SVF による含み損の形状などで SBC ソフトバンクグループの業績に響く可能性があるソフトバンクの業績の足を引っ張りそうだってことですよね確かにねでもこれ昔から噂されてましたからね ウィー o r クは足元で資金繰りが逼迫していた。10月2日に社債の利払いをめぐって30日間の支払い猶予を設けることで債権者団と合意したが10月31日にさらに7日間の延期を申し出ていた。もう完全に行き詰まった状態で、もう投資をしてくれる会社もなくなったってことなんでしょうね。 ウィーワークっていう名前は有名になったんでここが経営破綻してもウィーワークっていうビジネスをね同じようなシェアオフィスみたいな形で展開するともしかしたらそのまま入るかもしれないですよねうんはいまあいろんな事業があったもんですけども細々とうちの会社はなんとかね続いておりますウィーワークお疲れ様でした